はい、200個目です。お客さんに一箱いいっすかって。まあでもガウディの音はいいんじゃないですかね。あとはどの辺が欲しいかによりますよね。こうやっていっぱいありますからね、これね、種類がブックレットあったり。どこを狙ってるかによりますね。ほんとパリパリあとは結構去年と比べたら写真っていうかこの絵がかなり良くなってますね。去年はひどかった去年はひどかった。今年はもう全然いいですね。改善されてます。ベースカードね、写真と、サインカードもああやってガウディとかのね、とってもいいです。グッドインチャンピオン当店では9,999円ですね。9,999円ワンボックスです。ほんとこれパリパリが開けづらいなんかお客さんの話だとシングルカードも結構いい値段ついてるっていう。あとはもうベンシモンズ積もったら、1500ドルぐらいいっちゃうのかなそんくらいいっちゃうのかなと思います。だいたいそうですね、サインとレリックと何かっていう感じで入ってますよね。サイン2の箱もたまに見ます。ケースにだいたい4箱5箱1ぐらいであるような感じです。だからケースに2、3箱はサイン2の箱があるんじゃないかと思います。はい、じゃあ行きます。2箱目。もういいですね。ね、見なくてね、タイガーウッズね、ヒット系だけささっと。あ、メモラはまずゴルフ、トロイ・メリッティ、メリットさんかな。はい、あ、サイン出ました、ケビン・スミス。これ誰これディレクター、ポッドキャスター、面白系かな、コメディアンなのかな、ポッドキャスターですね。アイスホッケーっぽいジャージなんですけど、自分の顔をやってます、ね、ケビン・スミス、ね、有名な方なんでしょうね。うん、はい。あ、3D、コヨーテ。コヨーテが笛を吹いてる、こういうあれがあるんですかね。うん、ネイティブアメリカンでいうブレイキングドッグ、モンスターなんだね。で、一応オスなんですねただ 3D のこれ出来は結構いいですよ。はい、かなり出来はいいです。あれ、もう3ヒット来ちゃいましたね。どうでしょう。キャンパスのミニ。
パトリック・ロアとかも、あれですね、スーツ姿ですね。これさっきの、あの、ドラッグレースのお姉ちゃんです。はい。ミニが。はい。クレンツキーのミニ。もう一個サイン来ないですかね。ミニ。ミニはゴルファーですね。ミニ。この系が入ってんですね。なんだっけ、ホッケーのプロダクトはありましたね、サインが入ってて、その系も引き続き入ってるっていう感じ。まあ何が出るのか分かんないから面白いところですよね、これね。お、井口くんのミニが来ました。はい、ゴルフのミニ。はい、はい、200名一応終わりですね。これまだケース開けたてですよかったら、はい、ありがとうございます。